丈夫で羨ましいです。そんなことありますよ。いいな、私も彼氏とラブラブしたかったな。姉ちゃんが聞いたら怒っちゃいますよ。でもでもありがとうございます。お姉ちゃんに聞こえちゃうかもしれませんから、
そうだね。フィーネ君はモニカ君の車椅子を押してあげるといい。カノン君は私が送ろう。どうしてサラダに？ふぅ。イオ君に送らせると、彼が心労で倒れそうだからだよ。きっと質問するだろう。イオちゃん、ううん、来ると思ってたよ。みんな揃ってるから、詳しい話聞きたいんでしょ。ああ、症状が現れ始めたのは、みんなでプールに行った日の夜のことだ。帰ってからもリハビリの続きをしてたんだけどね。薬を飲む回数も増やしたりしたんだけど、薬への耐性ができてしまっているんだろうね。だから使えば使うほど効果がなくなってしまう。いくつか加えてみた。それでも結果変わらなかった。あのレシピを下敷きにしている時点で意味がないのかもしれないね。あのレシピはあくまで当時のエーテル病を治療するため、うん、現代の環境で発症したものには適していなかったのかも。そんなに暗い顔しないでください。私は大丈夫ですから。皆さんにはすっごく感謝してるんです。私、皆さんと出会えてこの町へ来て、お姉ちゃんとも久しぶりに会えて、皆さんに薬を作ってもらって、皆さんは私に希望と自由とお友達をくれました。ベッドの上でずっとつまらない日々を過ごしてようなんて、夢にまで見たデートに連れて行ってもらえて。あれ、モニカちゃん、モニカ、またプールに行きます。遊園地にも今度は皆さんどうしようもならないことに頭を抱えて悩んでもらうより、私はもちろんお姉ちゃんとも